レンセラー工科大学はアメリカ合衆国のニューヨーク州トロイに位置する私立、工科大学ステムに特化した研究大学である。英語圏では最古の技術系大学であり、1824年にスティーブン・バン・レンセリア及びエーモス・イートンによって設立された。275エーカーほどのキャンパスはハドソン川とトロイ市を望む高台に建設されており、伝統建築と 近代建築が融合している。ルパイはキャンパス内で小規模事業開発支援を行う、ほか、キャンパス近郊に1250エーカーの広さを誇るレンセリアテクノロジーパークの運営も行っており、様々な技術を研究室から市場へと橋渡しする、恒例としてよく知られている。US ニュースワールドレポート誌の大学評価では、毎年全米の総合ランキングで40位前後に、 位置づけられている。2017年の新入生の平均サット点数は1400点であり、高校在学時の学年順位で上位10%内に位置していた学生の数が、全体の62%を占める2016年では57%の学生が工学関連を専攻し、29%の学生が科学関連を専攻している。 US ニュース主要研究家程ランキング。ありがとうございます。